スマイナス15、マイナス15ウクライナ空軍のスマイナス15、t m スマイナス15は、ソビエト連邦の総発超音速迎撃戦闘機で、ある。北、大西洋条約機構は、スマイナス15に対し、欧瓶を意味する、フラゴンというナトウコードネームを割り当てた。1960年代に、スマイナス9及びスマイナス11の後継機として、開発され、 ソ連の防空軍で使用された。1983年に大艦航空007便をミサイルで撃ち落とした機体として知られている。スマイナス15自体はそれまでに内外出力の空対空レーダーを装備した機体だが、前任の他の迎撃機と同様に、迎撃管制は地上のレーダー網による探知とそれに基づいた防空管制センターからの指示によって行われ、 スマイナス1 5自体はいわば空飛ぶ対空ミサイル発射機及び標準レーダー装置としての位置づけである。また指示システムはそれまでの管制員の音声による指示から管制センターの指示を直接表示するデータリンクシステムに変更されており、後期型のスマイナス1 5 t m ではこれに加えてセンターの指示に基づいて機体を自動で制御するオートパイロットシステムが搭載されていた。 ソビエト連邦の崩壊後は、ロシア、ベラルーシ、ウクライナで運用されたが、冷戦の終結に伴う軍縮や運用国内の経済的混乱のため、ロシアでは1993年までに前期が退役、他の国でも1996年のウクライナを最後に前期が退役した。1960年代初めの最新鋭防空、戦闘機だったスマイナス9やスマイナス11は、 エンジンの不調のため稼働率が低く、また機種にエアインテークがあったため高性能のレーダーを搭載することが困難だった。この欠点を解決するために、スホーイ設計局が新たに開発したのがスマイナス15であった。T58D と呼ばれた試作機は開発期間短縮のため胴体や尾翼部分はスマイナス11のものをそのまま利用していたが、エンジンを信頼性の高いつ、 マンスキー R21 回から300の総発とし、胴体形状にエリアルールを採用していた。この機体は、速度性能は満足いくものだったが、低速時のエルロンの機器が悪いことと、航続力が低いことが問題とされた。そのため、エリアルールの適用による胴体部のくびれを廃止して、その分胴体に燃料タンクを増設した機体が作成され、これが、 量産型のプロトタイプとなった。燃料タンクを増設しても相変わらず、航続距離は短かったが、水力重量比は平均的な重量で1.0を上回り、飛行性能は極めて高い機体であった。試作初号機の初飛行は1962年5月30日に、のぼしビールスクを行われ、1966年3月6日には、量産型の生産が開始された。 翌1967年からは、防空軍に配備されて、部隊運用が開始されている。1969年には、操縦特性の改良のために、翼型を単純な三角翼から二重、デルタ翼にして、主翼面積を増大させるとともに、武装の搭載能力を増加させた回収型に、生産が切り替えられており、 さらにはレーダーを高出力のものに換装したスマイナス 15T が開発され、1971年には各部を回収した改良型であるスマイナス 15TM に生産が移行している。スマイナス15シリーズは1970年代のソ連の主力溶撃戦闘機であったが、搭載されたレーダーはスマイナス15の試作型及び初期生産型に搭載された r u d スマイナス1 5 t に搭載されたタイフン、そして改良型のスマイナス1 5 t m に搭載されたタイフン M のいずれも、高高度での飛行機動目標に対する円、中距離のミサイル誘導に特化したもので、機動性の高い移動目標に対する補足、追尾能力には乏しく、時期よりも低い高度を飛行する物体を、補足追尾する能力には乏しかった。このため、 より能力の高いレーダーを装備した迎撃戦闘機であるミグ -23P が完成して1977年より配備が開始されるとスマイナス15シリーズの生産は1979年に練習機型であるスマイナス15ウムの最終号機が完成したことによって終了となり1980年代になると電子機器の旧式化等により退役する機体も現れた 総生産機数は1500機以上とみられる。スマイナス15は高度な防空用機器を搭載したため、東側同盟国への供与は行われず、このため、長い間、西側諸国は本機に関する詳細な情報を入手できなかった。1972年にはエジプトに配備されたことが確認されているが、この際も運用はソビエト本国から派遣されたパイロットと、 地上要因によってのみ行われた。ソビエト本国の防空専門の部隊運用であったために厳密な意味での実践は経験していないが、1975年にはソビエト領空に侵入した偵察気球を迎撃、撃墜した例があり、また領空に命入した民間機を攻撃、撃墜したという事件も発生している。スマイナス15自体は輸出されなかったものの、 中華人民共和国ではこれらを参考に、時刻版ミグ -21 である戦撃7型の発展型として、総発の戦撃8型が開発された。J-8 の発展型 J-82 と S-15 はしばしば比較される機体である。ありがとうございます。